皆さんこんにちは、広島県安芸高田市、安芸高田神楽協議会の事務局をしております松田と申します。どうぞよろしくお願いします。神楽というのはですね、全国にずっと北は北海道からは南は九州、沖縄までですね、神楽と言われるものはたくさんあります。特にですね、神楽の盛んな地域といえばやはり東北、そして、ここ広島、お隣島根県であるとか、さらには九州一帯がですね、やはり神楽どころと言われるところじゃないかなというふうに思っています。で、まあ神楽というのはですね、まあ、一言で言えば神事ですが、まあ、五穀豊穣であったり、無病息災、まあ、それを神に祈ると祈願するというのが、まあ、神楽の原点でございます。まあ、日本のですね、伝統芸能、いろいろな芸能があるんですけど、その芸能のルーツというのが神楽というものになるんじゃないかなと思います。まあ、歌舞伎であったり、謡曲、さらには相撲、そういったところもですね、この神楽が原点になっているんじゃないかなというふうに言われております。神楽の起源なんですけど、これ諸説あります。いろいろなところからですね、神楽というのは始まったんじゃないかなと言われておりますけど、もともとは先ほども話しましたように神道がベースになっているんですけど、この神楽の起源というのはですね、やはり天の岩戸伝説に遡るんじゃないかというふうに言われています。天照大神というのがですね、太陽の神様であって、その日本には四季っていうのがあります。春夏秋冬、その1年のうちで太陽の力が一番弱まる秋から冬にかけてですね、その太陽の再来と生命の再生を祈って祈願したのが神楽であり、鎮魂の儀式でもあるというのが神楽でございます。広島神楽の歴史ですけど、江戸末期までは本当に厳かな神事というものでございました。で、広島の神楽の、ね、大きな特徴のところで転換期が2つありまして、やはり、江戸末期、この時にですね、神仏分離が始まった段階で、神職さんによる神楽、いわゆる厳かな神楽が禁止されたと。そうした中で、その神楽そのものがですね、庶民の間に広がっていって、神社を中心とする氏子の中でその神楽が継承されていった。そうした中で、厳かな神楽よりはですね、少しストーリーがあるような神楽が生まれたのが明治の初め、江戸末期から明治にかけてじゃないかなというふうに聞いております。そうしたのがいわゆる神道を大事にするというところで、天皇の崇拝、天皇崇拝ですね、要するにそうしたところの要素を色濃くした正気であるとか、また神輪であるとか、そういうような古典的な神楽がですね、その明治初期に作られたというところです。そしてその神楽が明治から大正、昭和というところでずっと回れてたんですが、広島というのはですね、皆様のご存知いただいてますように、原子爆弾というのが昭和20年1945年になるんですけど、8月6日に原子爆弾が投下されて、広島はですね、焼け野原になりました。その時に原子爆弾が投下されたということで、いち早く GHQ、 アメリカの進駐軍ですね、それが広島に入ってきまして、いろいろ調査をされました。その時に神道であるとか天皇崇拝であるとか、そういう要素がものすごく色濃かった神楽ですね、それを禁止ということで、その時にですね、ここの広島県安芸高田市、佐々木さんという方がですね、このまんまでは神楽伝統芸能がなくなってしまう、途絶えてしまうというところで、その神楽をなんとか残していこう、後世につないでいこうということで、今言う神道の要素、天皇崇拝の要素、そうした要素をですね、なくした新たな神楽を作られました。これがいわゆる新米という、神の米じゃなくて新しい米、新米というものができてきたと。歌舞伎、
謡曲、そういったところから神楽に台本を置き換えてですね、紅葉狩りであるとか葛城山であるとか、そうしたようなですね、神楽を作っていった。それが広島神楽の2つの転換期になるんじゃないかなと。その戦後新たにできた新米を中心に、まあ、広島神楽というのはですね、かなりブームになってきているんじゃないかなと。やはり、まあ、広島の神楽といえばですね、なんといっても、まあ、例えるならですね、ヨーロッパのオペラ、スピード感、それはまさにブロードウェイのミュージカル、そういうようなところをイメージしていただければいいんじゃないかなと思います。広島神楽の大きな特徴、3つあります。この3つなんですけど、まず1つが豪華絢爛な衣装。これはもう見るだけでですね、わって驚くようなですね、衣装じゃないかなと。まあ、1着50万から100万、さらには大きなもので言えば200万するような衣装をですね、皆がまとってですね、神楽を上演している。それがまず神楽の一つの特徴。2つ目、八丁子、いわゆる8ビートですね。すごくリズムが速くてですね、テンポのいい小刻みな動き、そういったところがですね、この神楽をよりダイナミックなものにしているんじゃないかなという、これが2つ目で、3つ目が何といっても演劇性が高いというところです。ストーリーがはっきりしていて、まあ、いわゆる完全懲悪、遠山の金さんとか、ね、銭形平次とか、いい人はいい、悪い人は悪いということで、初めて見る人でも分かりやすいストーリー構成になっているんじゃないかなというふうに思います。秋田方市っていうのはですね、約人口が3万人弱ですかね、そういう人口の中で22の神楽団があってですね、県内でもかなり盛んなところかなというふうに思っております。中国地方に合わせてだいたい600ぐらいあるんじゃないかなというふうに思います。その中の22が秋田方にあるということは、それでは数字だけでもですね、かなり盛んなことが伺えるんじゃないかなというふうに思います。で、神楽やってる方っていうのはですね、皆さんプロじゃないんですよ、いわゆる素人、地域のお祭り、秋のお祭りの行事としてやってる方で、日頃はですね、農業に従事したり工場に従事したり、学校の先生の方もいます。トラック運転する子もいます。そうしたいろいろな職業、さらには女性もですね、今入ってやっております。ね、年齢層も10代から上は70代80代、年齢層も幅広いですし、男性女性の違いで、さらには職業が違う、そうしたところをね、いろんなみんなが一緒になってですね、その神楽というのを通して地域のコミュニケーションの場であり、やはり自分を発表する場、そして、地域の元気を作る場としてね、その神楽というのを活用しています。なかなかね、やはり、神楽で正直ご飯は食べれません。しかしながら、その神楽がみんな好きで、なんとかこの神楽をしながら町を元気にしようじゃないかという、その取り組みの一つがこの秋田方の神楽なんじゃないかなというふうに思います。はい、見どころですね、やはり、まあ、スピード感、豪華絢爛な衣装いうことを先ほども言いましたけど、まさにそのところだと思います。ヤマタノオロチという演目も上演されると思います。そのヤマタノオロチですけど、まあ、1本18メーター約18メーターあります。その大蛇をですね、実際にどういうふうに扱って動かして、それがまあ生きた蛇にオロチに見えるというかですね、そういったところもまあ一つの見どころかなと。やはりそして、息のあった舞、そうしたところもですね、見ていただければなというふうに思います。あとどこを見てもですね、面白く感じていただけるんじゃないかなと思います。それに、前だけでなくですね、総額、またその総額の音にですね、やはり、聞き入っていただければなというふうに思います。ぜひ広島本番に来ていただいてですね、見ていただければというふうに思います。まあ、広島に来ていただいてもですね、毎週神楽をやっている施設があります。これがですね、秋田方市にある神楽門前道寺村、そこに神楽ドームというのがございまして、これ神楽専用のステージを設けております。
2000人収容のですね、大きな大きなドームでございます。ぜひですね、まあ、神楽の本場、喜多方に来ていただいてですね、神楽の方を楽しんでいただきたいなというふうに思います。まさにですね、神事を原点にしながらも舞台芸術として、すごい発展をしたこの神楽っていうのをですね、見ていただければと思います。はい、たくさんね、いろいろお話をさせていただきましたけど、100の言葉より、生舞台、生神楽、ぜひ来ていただきまして、驚愕の神楽ワールドをですね、楽しんでいただければと思います。お待ちしています。